久保さん、タワゴトいいじゃないですか。タワゴト。タワゴトいいっすね。タワゴトって久しぶりに聞いたな。タワゴト。意味。中身のない話。いい加減な発言。中身のない話。まあ、言葉ではいくらでも言えるんだけど、やらないってことですね。中身がない。行動がないってことですね。行動がない話みたいな。うん。いい加減な発言。うん。まあ、これはやっぱ、言っても、結局、言ってることとやってることが違うっていうことですよね。まあ少なくても僕と久保さんは言ってることとやってることはまあまあ一緒だと思いますよ。人間なんで全部一緒にすることは難しいですけど、少なくても言ってることとやってること、まあこれは断言して言いますけど、YouTube2 万本撮れる人はまあまあいないですよ。アップロードできる人は。これやってきてますから僕は。まあこれからもアップしますし、久保さんもね、もう1万本超えてると思いますけど、ね、今までもう相当やってきてますし、だから億万長者になりたいとか、お金稼ぎたいとか言うんだったら、とりあえずやってみろと。やればわかるさ、その先を、みたいなね。みんなやらずしてああだこうだ言うんですよ。いや、とりあえずやればいいじゃんっていう話ですよね。だってまあ、僕はいつも言うんですけど、別に YouTube いくらやろうが、Facebook いくらやろうが、インスタいくらやろうが、別に初期費用かかんないし、毎月のランニングコスト0円でなんですよ。うん。どうすかね、麻雀店10年経営したら、まあまあ、経費かかりますよ。しかもあそこのね、広島のあそこの一等地というか、ね、あそこで、まあ、家賃も高かったでしょうし、10年やるのに YouTube0 円ですよ。初期費用もゼロ。月額費用もゼロ。麻雀店あそこで10年経営切り盛りしたら経費いくらかかんなって話ですよね。何なんですかね。いってらっしゃい。